こんにちは離婚百頭番離婚カウンセラーの渋谷義行です。はい、えー、本日のご質問はですね、埼玉市にお住まいの男性の方からいただきました。ええー、婚姻費用っていうのは女性だけの特権なんですかと、っていうようなご質問をいただきました。はい。 であの近くのです、ねまあ、弁護士さんのところとか役所とかにこう気に入ったときに同じような質問をしたらしいんですね、婚姻費用って、まあ、私、男性ですけどもらえるんですかみたいなこうちょっと話を聞いたら、婚姻費用っていうのは普通、女性でしょうみたいな感じで、まあ、言われたらしくてです、ね、ちょっとそれ以上こうなんか突っ込んだ話を聞けなかったようで、えーまあ、何言ってるのみたいな感じで笑われたみたいな感じで、まあ、ちょっと気分も良くなかったみたいな感じだったらしいんですけれども、まあ、それでも私のところに、 その他の他ご質問も含めて、まあ、あのご相談に出した時に、えー、その中の一つとして、あのーまあ、こんなこと言うのなんですけど婚姻票っていうのはまあ女性だけのものなんですよねもう女性だけの特権ですかみたいなことをまあちょっとこう聞かれたので、まあ、決してそんなことはないですよとで婚姻費用っていうのはまあ婚姻費用分担と言いまして、えーまあ、例えば別居中であればですね、えーまあ、どちらか収入の高い方が低い方にまあその、ねまあ、生活費のバランスとしてお支払いするもの、うん、そういうふうにい 定めらられていいるものでですすからあの男女とかとととそういったことは関係ないですよとで特にこう、まあ、今時まあ私の経験で言っても,もうここ5年10年ぐらいはですね、まあ、はっきり言ったあの女性も、えー、ご夫婦でもですね女性の方の方が全然こう収入が高いとかですね、えーまあ、もちろんこう収入だけじゃなくて資産の問題とかもありますし、えー、生活にどのくらい余裕があるかとかっていうことで考えるとあの、ね、男性の方が、えー、必ず優位ですとかでそんなことはまあ全くありませんので、えー、全体的に見れば男性の方が 男性の方がやっぱり収入が高いっていう傾向はあるとは思いますけれどもあのそうじゃない、えー、ご家庭とかご夫婦とかも、まあ、たくさんいらっしゃいますので,でそういうことを考えたらですね、えー、男性の方が、えー、例えば調停、まあ、でですね別居中の婚姻費を請求するとか、まあ、そういったことも、まあ、珍しいとは思ってませんので、えー、もし、まあ、そういう状況にあるようでしたらあのそうされたらいいと思いますよっていうことでアドバイスはさせていただきましたで,、まあ、ですけどまあその、まあ、方はですね いや,いやまあ結局男なのに婚姻費用のねえ例えばえまあ請求をするとかあるいはもう申し立てをするなんて言ってもう却下なんじゃないのみたいに言われたのでいやそんなことは全然ないですとあの私のご相談者の方とかまあ私があのまあお世話になってるえ信頼している弁護士さんとかいらっしゃってそういう弁護士さんのところではですねあの男性の方からの婚姻費用のおこう申し立てえなどはあの多いとは言いませんけれどもでも普通にやってますのでえ全然恥ずかしいことでも何でもなく 当たり前のこととですとで逆にそんなことをお,、まあ、おかしなことだというような、まあ、調停員がいたら、まあ、それはもう文句全然言っていいと思いますよとっていうような、まあ、あのアドバイスもさせていただきました、はいでまあ、あとですね、まあ、これはちょっと詳しいことは今ここではまた長くなっちゃうんでお話ししませんけれども戦略として婚姻費用を、まあ、請求していくと。 まあそういうよういよなあまこれはまあ別に男女別にっていうことじゃないですけども男性の側も女性の側もそうですけどまあ特にこう婚姻費用がものすごく欲しいわけじゃないんだけれどもえまあ例えばこう早く離婚をしたいとかねまあ,あるいはその他のまのいろんな駆け引きのためにちょっと婚姻費用請求していくとかまあそういったケースもありますしあの婚姻費用の請求一つとってもまあいろんなやり方いろんな考え方がありますので,でえまあ今回ですねまあ結果的にえ結論としてはですねあの 男性の方が婚姻費用を請求してはいけないとか、そんなことはもう全くありません。女性だけの特権ということではありません。まあ、ただあの申し立て数で見ればまあおそらく女性の方がま多いだろうというだけのことですし、恥ずかしいことではありませんので、まあ、男性の方もですね必要であればあの本当にですね婚姻費用の申し立てっていうのを躊躇せずあのされたらいいのではないかと思っております。はい。ええー、で本日は以上となります。えー、また最後まで聞いていただいてありがとうございました。ええー、またチャンネル登録 登録とかですね、高評価の方ですね、よろしければあのお願いいたします。え、どうもありがとうございました。失礼いたします。